サベージのオールドフィールド法移戦は、アメリカ独立戦争初期の1775年11月19日から21日に、サウスカロライナ植民地の伝園部にあるナインシックスの町で起きた愛国者部隊とロイヤリスト部隊の対決である。独立戦争中のサウスカロライナで起きた最初の大きな衝突であり、それ以前には植民地内にあるいくつかの軍事施設が無欠で、 占領されていただけだった。アンドリュー・ウィリアムソン少佐が指揮していた愛国者部隊は、チェロキー族インディアンに届けることを意図された火薬と、銃弾の紬をロイヤリストに捕獲されていたので、それを取り返すためにこの地域に派遣されてきていた。ウィリアムソン隊は500名以上であり、ナインックスの町近くに防御策を施した砦を構築し、 それを1900名ほどのロイヤリスト部隊が取り囲んだ。この戦争の初期段階や南部田園地帯のゲリラ戦は戦争の中盤以降のものほど残酷なものにはなっていなかったので、この包囲戦は三万に行われ、実質的に手詰まりとなった。ロイヤリスト部隊は4名が戦死し、20名が負傷したところで2日後には撤退した。愛国者部隊は一人が戦死し、 12名が負傷した。愛国者部隊も海岸部に撤退したが、それから間もない愛国者側の大きな遠征により、ロイヤリスト指導層の多くが逮捕されるか、逃亡した。1775年4月、アメリカ独立戦争が、マサチューセッツ湾植民地で始まった時、サウスカロライナ植民地の自立した民衆はそれへの、対応で2つに分かれた。海岸部に住んでいた。 イギリス系住民の多くは中立を取るか判断側を支持し、田園部に住んでいたかなりの数の住人は、その多くがドイツ系やスコットランドからの移民であり、反田園部のロイヤリストを指導したのがトマス・フレッチオールであり、英国王及び議会に抵抗しようという愛国者側に対抗する声高き活動家だった。1775年8月までに植民地内の 愛国者とロイヤリストの間に生じた緊張関係は双方がかなりの勢力の民兵隊を立ち上げるまでに高まっていた。それまで起きた事件はほとんど暴力を伴わないものであり、隣地のような孤立した事例があるだけだったが、双方は弾薬の支配をめぐって緊張感を高めていた。8月初旬に植民地安全委員会がウィリアム・ヘンリー・ド・レイトンとウィリアム・テネント牧師を 96の町に派遣し、田園部での愛国者の支援を急合し、成長しつつあったロイヤリスト勢力を抑圧しようした。ドレートンは9月にフレッチオールと交渉して、一時的な休戦を取り付けることができた。9月15日、愛国者側民兵隊がチャールストン港を見下ろす重要な砦であるジョンソン砦を占領した。植民地総督のウィリアム・キャンベルは、 植民地議会を解散させ、自らの安全が脅かされることを恐れて、イギリス海軍のスループオブウォーイ GMS タマーに逃げ込んだ。このことで、愛国者側が支配する安全委員会が植民地の首都を抑えた。委員会は、チャールストン郊外の防御を改良し拡張し始めた。11月11日と12日には、 愛国者の陣地と港に浮かぶイギリス海軍艦船の間で砲撃戦が行われたが、双方に被害は出なかった。10月に安全委員会がチェロキー族インディアンに届けることを意図した火薬と銃弾の積み荷をロイヤリストが捕獲したことで事態は悪化していった。委員会はその武士を取り返すために大規模な派遣部隊を編成することで答えた。12月8日、 カムデン民兵隊の指揮官、リチャード・リチャードソン大佐を派遣することを決め、積みを取り返し、ロイヤリスト指導者を逮捕させることにした。リチャードソンがその部隊を集めている間に、電炎部で、すでに兵士を重宝していたアンドリュー・ウィリアムソンは、火薬が捕獲されたことを知った。ウィリアムソンは560名を率いて11月19日、早くに、この小さな町は、 防御に適していないと判断したウィリアムソンは、ジョン・サベージのプランテージョンに宿営地を作った。そこは、部隊の所有する三門の旋回法に異界を提供していた。そこに、間に合わせの防御策の構築を命じて取り出かを始めた。ロイヤリスト側の兵員長母はもっと進んでおり、パトリック・カニンガム大尉とジョセフ・ロビンソン少佐が、さらに大きなロイヤリスト部隊を率いて、 ナインシックスに向かっていることを、ウィリアムソンは知った。その日に、作戦会議が開かれ、愛国者部隊の指導層は、ロイヤリスト部隊と対峙するような出撃をしないことに決めた。ロイヤリスト部隊は翌日到着し、愛国者部隊の宿営地を包囲した。ウィリアムソンの取り出など、クスの周辺を示す、地図愛国者、民兵二人が、 防御柵の外でロイヤリストに捕まった時は、双方の指揮官層が睨み合いを終わらせるための交渉を行っている最中だった。このことで約2時間続いていた砲撃戦が止んだ。翌朝両軍は長射程での銃撃戦を再開した。ロイヤリスト部隊は火をつけて煙幕を張り、防御柵に近づこうとした。この作戦は湿った地面のためにうまくいかなかった。ロイヤリストは 次に大きな木製の盾を構築し、その背後から砦に近づいて、焼夷弾を投げ込もうとしたが、自分たちの装置に火をつけただけに終わった。ある証言では、愛国者部隊の大砲には耐えられなかったとされている。11月21日午後、愛国者部隊は作戦会議を開き、その夜に襲撃を行うことに決めた。 その日の日没時にロイヤリスト側から急戦の旗を持った一人の死者が近づいてきた時、愛国者側は作戦の準備をしていた。この時は翌朝サイド会合を開くこと以外に何も決まらなかった。その翌朝の会合でロイヤリストはサルーダ川を渡って撤退することに合意し、愛国者部隊は砦を破壊することに合意した。 両軍は11月2日以降に捕獲していた捕虜を交換し、互いの政治的指導者との通信を妨害しないことにした。愛国者側指揮官たちは、その旋回法を差し出すことも要求されたが、それらは3日後に返還された。この急戦には、両軍の補強部隊にも適用されることになっていたが、安全委員会は、リチャードソン大佐の部隊にはこの条項が当てはまらないと主張した。 ロイヤリスト部隊がなぜ急戦の交渉を選んだかは不明のままである。キャンベル総督はロイヤリスト部隊に実行ある指導者がいなかったといい、歴史家のマーティン・キャンはリチャードソン大佐の部隊が準備をしており、あるいは接近していたからだったと推測した。リチャードソンは2500名を動員しており、11月末にはそれが4000名以上にもなっていた。この部隊が電園部を確保し、 ロイヤリスト指導層の大半を逮捕するか追い出すかした。この一連の動きは地域に15インチの雪が降った12月22日に事実上終わった。リチャードソンの兵士たちは雪の備えがなく、定地に戻っていくのが難しくなっていた。リチャードソンの遠征隊から逃れたロイヤリスト指導者の中で最も著名な者がトマス・ブラウンであり、西フロリダに逃亡し、 そこでイギリスに仕える正規兵と非正規兵の部隊に合流した。これら一連の出来事でアパラジア南部でのロイヤリストの大規模な活動は終わることになったが、その後の年月では多くのやり方で内戦状態が次第に残酷なものに変わっていった。1780年のチャールストン包囲戦の後、96は、 イギリス軍の前進基地となり、1781年には大陸軍のナサニエル・グリーン将軍が指揮する部隊が街を包囲した。グリーンはイギリス軍救援部隊の接近で包囲を止めることになったが、それから間もなくイギリス軍はナインシックスを放棄した。ありがとうございます。